今ない〇〇を妄想する M8 招待招待伊藤園の友人屋でございます。ティッタイチョウです。ストレートエニアグラムタイプ4の本能のサブタイプ編。難しい。そう、分かりにくい。分かりにくい。映画でよく出るような、うん、なんかもう破綻した主人公みたいな、うん、何を言ってるんだろうこの人は、うん、っていう感覚の褒め言葉です。褒め言葉。そう、とても難解な、そう、理解しにくい考え方というか、はい、褒め言葉です。タイプ3の場合だと、うん、なんかその頂点に上る様と落ちる様っていうのがすごい分かりやすかったんですけど、多分分かりやすいんですよね。こう成功したいって多分みんながあるじゃないですか。みんなが、僕も思ってる思ってる。なので分かりやすいんですよね、はい、そこをこうグンと強くしたのがタイプ3みたいな。あ、そうですね、ところなので、でこの人たち分かりにくい。分かり、褒め言葉です。でこのタイプ4の人っていうのは、このいつものように、エニアグラム実践編という本を元にしているんですけども、まあ子供自体の時に、要は自分は親とは違うって感じ、それはその自分は孤児だったとか、で親を見て、まあ確かなミラーリングをしてもらえなかった。例えばその親が自分のことを理解してくれるとか、ありのままの自分の良さを分かってほしいと思ってるけど、適切にそういうのを受けなかったと思っているので、自分が分からない、自分を喪失しているっていう感覚を持っていて、まあこの本にちょっと書かれているのが、自分が分からないっていうことで人とかくれんぼをしているよと、見つけてほしい、やっぱり見つけてほしくない、見つけてほしい、見つけてほしくないっていう、この、まあ、矛盾したのが自分の中にあるため、聞きながらも個性的である、個性的でなければ、この人に認められたい欲求がフィーリングタイプがある、はい、だけど引いていたいっていうのもあるっていう、はい、で、まあ、タイプ4っていうのがこの反応タイプで、うん、まあ、有利っていうと、うん、なんで、はい、離れてる、離れてるけど、やっぱり反応は起こるんですよね、心の中で。そうで、認められたい欲求もあるから、はい、っていう、こういろんな矛盾がぶわーってぐちゃぐちゃってなってるので、とても分かりにくいで、まあ、この本能のサブタイプ、自己保存的っていうのは、物に自分が快適であるとか、そういったところに、まあ、強い欲求を求める人たちなんですけども、なんでこのタイプ4がこの自己保存的な本能を持つというところでいくと、洗練されたものを愛し、美しいものの中に身を置きたいっていうのを強く持っている。これはなぜかというと、まあ、その社会から孤立していると思っているんです。なんでその社会からの孤立を心地よく美しいものに囲まれるというところで安心感を覚える、うん、まあロマンチストなんですよね、まあタイプ4、タイプ4よく言われますね、はい、ロマンチストはね、そういう環境に身を置いていたいっていう、置くことで、まあ、自分っていうのが安心できる、自分を保てるみたいな、はい、でなんで物質的環境にこだわりが強いということで、まあ、それに取りつかれてるって思う、うんうん、って見られることも、例えばその安全や健康を犠牲にしてでも宣伝していたい、うん、この中で書かれていたのは、要は自分のお給料に見合わないマンションに住んだりとか、うんうん、っていうちょっとその破滅型なところもあると書かれています。でその、まあ、俗っぽい、多分、まあ、我々この社会っていうのが俗っぽいものっていう意味を避けるということで、うんうん、強烈さ、刺激を熱望するっていう、ちょっと力強い感じでもある。なんでそのこの本では官能的な人で書かれているんですけども、こちらのエニアグラムでパートナー探しっていう本では不屈っていう言葉でも表現されています。要はその自分の理想っていうのがあって、それを攻撃すると激怒することもあったり、その自分の目標を追求している時は身の回りで起こっていることを完全に無視できるっていうところがあるようで、なのでその圧倒的なその美術的なものを成し遂げる人とかっていうのはここにいるのかもしれません。ただその分かってほしい、分かったんです。でも分かられると、なんで分かるのみたいなっていうことになったり、まあ、個性的な人だから、はい、個性的でありたいと思ってるから、はい、他の人には理解されないはずなんですよ。でも理解してほしいんですよね。理解してほしいんだけど理解されないはずっていう矛盾がすごい生まれてくる、はい、
そう、まあ、健全度の話があるんで、はい、健全度が下がるとそう、まあ、そうですね、うん、なんで下がるとその家賃に見合わないところに住んだり、うん、でそこを指摘されると劣化のことが起こる、うん、みたいな、うん、ところがある。そう、お前にはこの感覚が理解できないみたいな俗物名って感じですね。そうそう、はい、でもうこう、あ、それ分かるよって言ってもお前にも分かるはずがない、うん、でも分かってほしいんですよね。っていうこと、また言い方もあるはずでしょうね。そう、分かってない、本当はそんなこと言っても分かってないはずって思ってる。なるほど。でも今日このエイアグラフっていうのは、うん、まあ、手放しましょうっていう、自分に気づくことで、うん、人生を良くするためにはそこを手放さなくてはいけませんよっていうところなんで、はい、でこちらの、エニアグラムでパートナー探しにも書かれているのが、うん、まあ、タイプ4は特別でありたいっていう欲求と、うん、まあ、その特別でありたいっていうのは、うん、自分が特別でないから特別でありたいと思うっていう、うん、この特別でないっていう喪失感に対処するため、うん、もしくはあるいはその、うん、自分のそういう思いから注意をそらすためにこういったサブタイプで対応しているよと、うんうん、なので、でもこれっていうのはその、まあ、限界を決めちゃってるんですね、うん、なのでその限界を克服することで、まあ、今、うん、この時を生きることを学び、本当に愛される価値を感じることができるでしょう、うん、なのでこれは全てが手放しましょうですよね、うん、いいところでもあり、まあ、悪いところは手放しましょう、うん、だから、まあ、その感覚は手放さなくてはいけない。まあ、6だったら不安を手放せですよね。うるさい。この反応もね、反応もね。そうそうそう、はい。そういうとこですよ。そういうとこです。わ、うん、かりますか？そういうとこですよ。6の皆さん。っていうのが、まあ、エニアグラム。エニアグラムの、まあ、そうですね、うん。エニアグラムっていうのはそういうものだよと。うん、はい。囚われを手放しましょう。はい。で、この性的、対人、セクシャル、要は人に、うん、っていうところに、その興味、刺激を求める。うんうん、タイプ4がそうなると、うん、まあ、自分より幸福で興味深い人に惹かれて、うん、惹かれて羨ましいです、うん、でそのそれはなんか自分を救ってくれる人でもあり、うん、羨ましくもあり、うん、羨望でもあり、うん、っていうところにすごい惹かれる、うん、なんでその自分を引きつけられる人に巡って感情が揺れ動きますと、うん、それはあの羨ましいっていうのと、うん、自分が持ってないっていう、うん、賛美もするんだけどとも、うん、同時に嫉妬もする、憎悪もするっていう強烈な、なんでその他のタイプよりもどちらかというとその、うん、内向的でないように見える、うん、なんでそのあ自己主張が強くて外向的に見えるよと、うん、なんで他の2つよりも現実的ロマンチックな空想をそこまでとどめない、うんうん、っていう代わりに、まあタイプ4、同じフィーリングタイプのタイプ2のように、うん、嫉妬とか所有欲、うん、この人が欲しい、うん、欲しいためにっていうのが強くなるっていうのがこのタイプ4の性的、うん、対人セクシャルな人たちですと、うん、なので相手の人生において唯一大切な人でありたい、うん、でその思われるために達成を追い求めます、うんうん、まあ、これ、まあ、タイプ4っていうのがタイプ3のウィングだと思う、うん、言われる人もいるんですけど、うんうん、なので、まあ、タイプ3のように達成を強く追い求めるんですけども、うん、一方その達成する人に対して怒りを覚えるんです、うん、自分ができてない、嫉妬ですね、自分ができてないって思ってしまう、うん、なんでその惹かれる人を、まあ、自分の元から去らせて、うん、また取り戻そうとする、うん、っていうなんかもう矛盾、矛盾で、しかもこの離れてて手に入らないものに惹かれる、惹かれる、さらせて取り戻そうとして取り戻せないっていうものに惹かれるっていう表現もされてます。よくわからないですよね、この感覚が。タイプ6としてはとてもちょっとわからない、うん、せっかくねこの手に入れたものを手放す でここの本に、うん、エニアグラムでパートナー探しに書いてあるのは、うん、まあ、そうしたその押したり引いたりっていう激痛が、うん、そのまあ、自分生きてる感覚っていうのと、あとはそのこの押したり引いたりっていうのが自分がコントロールしているっていう感覚と感じると、うんうんうん、まあ、そうなのかも、はい、であとはその親しくなるのは恐ろしい、こんなのは有利タイプ独特なんですから、うんうん、その恋人がいや近づくほど自分、うん、のことを分かってしまう。まあ、ユータイプは4だからじゃないですか、ね、
まあ、なるほど、うん、なんか自分の理想がある中で、うん、遠いと気づかれないけど、うん、近いと気づかれてしまうっていうのが、うん、ちょっと恐れが、それが、うん、なのでその自分は特別な人間では何もないと思っていて、うん、本当は愛されないって思っている、うんうん、なんかこういう多分ロマンチックな、はい、あ、そう、ちょっと大変よ、理想が、はい、うん、理想があって、はい、なんかそういうところにそういうなんか駆け引きの恋愛してる感みたいなのも求めてるんじゃないですかね、はい、まあ、それはちょっと対人っぽい、セクシャルっぽいところですね、はい、で、うん、この社会的、うん、ソーシャルっていうのは、うん、まあ、関係、人間、うん、社会とか関係性の中で自分がどう認められるかっていうところ、まあ、タイプ6っぽいところなんですけども、うん、タイプ4がそうなると、まあ、他の2つよりもさらに人とは違う、ユニークである、で人に目がいく、あ、なるほど、人に、この人、この人に目がいって、はい、これは人々により人々になるんですね、うん、でそれは人と違うっていうのは、うん、才能であると同時に重荷、うん、自分だって重荷だと感じていると、うん、なんでその絶えず人と自分を比べる、うん、ちょっとフィーリングっぽいですね、うん、絶えず人と比べて相手には及ばないって思う、うん、その美しいエリートの仲間入りをしたいって感じるんですけども、自分をそのレベルとは思わない。まあ、この人々と比べてしまうと、はい、頭のいい人と頭の良さを比べたら、自分よりはいくらでもいるわけです。まあ、いくらでも、まあ、美しさも、まあ、どこでもそうですね。で、それが美しさに行けば、美しさで売れるものを得られるみたいな。はい、なので、重荷なんですよ、きっと。なるほど。自分は持ってない、まあ。感じるところではあるけども、うん、及ばないっていう重荷でもあるっていうことですね。で、それがないから手に入れなければいけない。ああ、なるほど。そうならなければいけないと思ってるから、それは重荷ですよ。なるほど。なんで、この、普通の人のように、うん、じゃあ、そういうね、普通の人々のように、振る舞うにはどうしたらいいんだろう、うん、っていうのは、わからない、うん。で、人の幸せを妬みながらも、うん、いや、もうそれは粗雑だと。俗物であるっていうふうに拒絶すると。なんで、その、そういった不安を隠すために、エキゾチックなイメージをまとうっていうふうにも書いてあったんですけど、それはその、主流から離れたライフスタイルのグループに惹かれる。要は、そっちにも属さないよっていうポジションでのグループに惹かれるっていう。なんかこう、いない、比較されにくいところに狙っていくっていうことですね。はいはいはい。ちょっとこう、比較しちゃうんで。はい、まあ、あとはそのタイプ4っていうのはタイプ3のリングだよなんていろんな本にも書かれているんですけども、なのでその自分では十分でないっていう感じることで積極的に成功を求めるっていう人もいるよと。でただそうやって人の中でしっかりした位置を占めた時に罰の悪さを感じるやっぱりあの私はふさわしくないっていう思いをちょっと抱く、うんうん、なんてのが書かれています、うん、ゴッホとかがタイプ4だよなんていうのはここには書かれているんですけども、うん、でその何か失敗するたびに死にたい気持ちになるとか、うん、このなんか強烈さを求めるんですよね、タイプ4の人たち。はい、だから死にたくなる、失敗すると死にたくなるみたいな、そこまでいっちゃうのみたいな。ああ、なるほど。で、このエニアグラム実践編では、うん、あの基本やっぱり手放しましょう、うん、なんですよね。そう。なんかこの人たちの成長の方向は1です。はい。現実を見ましょうじゃないですか。あ、そうですね。なんでここにも書かれているのが、要はタイプ4は特定のイメージ、うん、人よりも本来的に自分は欠陥があって、うん、人が持っているものを欠如している。うん、で感じているのを手放しましょうと、うん、要は何も自分は悪くない、うん、で理解することで、うん、その自分自身を支えて、うん、自分自身の人生をありのままに想像することができるよっていうことが書いてあります、うんうん、で、まあ、多分それが1なんですよね、きっと成長の方向であるし、なるほど、ちゃんとこう現実を見て、はい、こう空想にふてってないで、はい、
と悲観的にもならずに、はい、自分の信じたものを追求するっていうことですね。タイプ1っていうのが、そう、現実主義じゃないですか。タイプ1で自分の中のこれっていうのを実現するために合理的にっていうことですもんね、はい、で何がいけないのかっていうのを感情じゃなくて合理的に観察してみましょう、はい、分析してみましょうみたいなところですよね。で1をこうやって上にしてっていうことじゃなくて、うん、1のいいところっていうことですよね。もちろん1は1で、1は1でそこにこだわりすぎちゃってるんでっていうところが手放しましょう、はい、そのこだわり手放しましょうじゃないですか、はい、1はっていうこの本能タイプを知ることでまたその、うん、いうんだろう、まあ、自分を判断するときに、うん、まあ、分かりやすくなりますね、うん、そう、まあ、分析がしやすく、ただ混乱の原因にもなる、あ、そこばっかり見てしまうとっていうことですね、うん、要はなんか違うタイプに似てたりするじゃないですか、これ3っぽいですねみたいなのが、そうですね、2っぽいですねっていうところも出てきますしね、はい、ってなると、あ、2かも、2の人が間違える可能性も出てくる。なるほど。で、まあ、基本はだからやっぱりこの辺ですよね、反応有利、はい、でどこなのかっていう基本をちゃんと見て、でその上でこう、あ、確かに 2だって思うと、うん、4にとって2っていうのは、うん、そうですね、分裂の方向ですもんね、はい、なのでこう2だと勘違いしてしまう可能性もある、はい、ので、まあ、2の人が4のはまだいいかもしれないですよね。あ、まあ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 、そうですね、はい、まあ、むしろここに勘違いするぐらいがいいかもしれないですよね。ああ、なるほど、統合の方向ですもんね、はい、で、あ、4でこうなんだって思って行動した方が、4だと思って行動した方がいいかもしれない、はいはい、けどまあ基本こういうのをあんまり引っ張られちゃうと、なんか6っぽいとかあったじゃないですか、前の。ありましたね、はい。そうすると、ここもこれかもしれない、そこに憧れがあったりすると、そこになったりすると、はい、と、まあ、正しい成長の方向が分かる、うん。あまり憧れってよくないですよ、ね、それ憧れって、はい、今の自分よくないって感じてることですもんね。はい、なので、そこはこう、ちゃんと正しく、あの辺を見て、はい、でその上でこうどこからあるかな。そう、私本当に今タイプ6を一生懸命なんか、うん、手放なんかやっぱ嫌なんですよね。なんかもう凡人っぽいタイプ6の雰囲気が、うんうん、どれ見ても公務員、うん、銀行員って書かれるんですよ、うん、いやいやってするんですけど、うん、じゃあ逆に公務員銀行員にさせてくれよ雇ってくれねえじゃないかって。あ、この反応がもうちょっと僕っぽいなそれさ違いますからね、話がすみません、今日はタイプ4の話です、すみません、タイプ4の話、はい、そう、申し訳ございません、まあ、手放しましょう、手放しましょうですからね、まあ、正しく認めましょうですよ、はい、あ、今の自分をね、そう、今の自分を、はい、だからこういうところに当てはめるよりはこっちに当てはめた方が、あ、反応が有利かっていうところですね、はい、で、まあ、分析してで本当にそうなのかってところで より深めるってことですね。はい。というところです、ね。はい。この辺の使い方は、まあ盲点とかありますよね。このサブタイプが。そうですね。いや自分がどれかっていうのと、うん、どこが欠けてるか、欠けてるかっていうところが、うん、で欠けてるところを補いましょうっていう、はい、意識しましょうっていう、はい、ところなので、はい、というところで、はい、今日はじゃあ次はまたタイプ5の5サブタイプの紹介をしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。どんどん伸びております。グッドボタンも押してねってやってますね。グッドボタンも押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。